グレン族が、まあ、赤黒 X で、X のカウンターが置かれた状態で場に出ると。で、2マナでガチャが引けます。ライブラリーの一番下のカードは何ですかと墓地に置いてみて、それがグレンゾのパワー以下のクリーチャーだったらそれを場に出せると。なるほはい、ど。たくさんガチャを引けるデッキです。そのガチャで引けるのがリミテッドの番長か、その射程たちかみたいな。そいつらがどう活躍して、どうコンボシナジーを形成していくか見ていきたいですね。そして、クラム・ティムナですね。その高橋選手のクラム・ティムナは、唯一の、この卓唯一の青デッキってことで、比較的コントロール系のデッキかと思いきや、構成を見るとかなり攻めっ気のあるコンボ要素がもりもり、ムカつきあり、先ほど勝負を決めた深淵への覗き込みありといったことで、マナ加速も豊富に入っていて、かなり攻撃的で、カウンターは自分のコンボを通すためのに使うんじゃないかという感じで、結構この卓自体が走り合いみたいになりそうですね。なるほど。この卓走り合おうかと思いきや、一応走り合いに特化してる。そして矢田一樹選手のコルボルド、こちらは最強のカードと目される鳩場の恐喝者、これをしゃぶり尽くすデッキになってますね。たくさんリアニメートだったり、ゴブリン回収だったり、サクリファイスっていうのがかなりキーワードになってるんですけども、コルボルド、パーマネント生贄に捧げるたび、ワンドローできると。なので、宝物を生贄に捧げてもワンドローと。すさまじい。凄まじい。これで、鳩場の恐喝者入れたトークン、サクってワンドロー、ドロー、ドローと繰り返し、さらに、鳩場の恐喝者をサクって復活させて、またドローみたいな感じで、たくさんしゃぶり尽くすデッキとなっています。そして、最杉後で山す選ね。手のエイドの注目の新カードたち。はい。平たく言うとというか、ご存知の方は、ワールドゴージャーコンボを想像していただければ分かると思うんですけども、このアブデル・エイドリアンを墓地に落として動く死体やネクロマンシーといった墓地のカードを釣り上げるエンチャントで釣ると、アブデル・エイドリアンの能力で、そのエンチャントまた追放できます。そうするとまた墓地に落とせます。で、墓地に落とすとこのエンチャント戻ってきて、また釣れます。これ繰り返して好きなだけパーマネントを何回も何回も場に出し入れできるんで、その中に出し入れするたびにトークン増えていきます。で、中でサクリ台があったりすると、背景で、この背景ですね、この鉄の玉座の工作員、クリーチャーかアーティファクトが場から墓地に置かれると、対戦相手全員1点ルーズ。これでサクリ台があったりするとトークンを生贄に捧げたりして、ただでさえ無限トークンなんですけども、サクリが入ってるとその場で即死と。つまり手札にコンボパーツが2枚ある状態からゲームスタートできます。いやー、エイドリアン、すごいっすね。墓地に落として、エンチャントをサーチするだけでコンボ完成でございます。はあはあはあ。これ新登場ですけど、とてつもなく強力ですね。ワールドゴージャーコンボをね、体現するクリーチャー、これどうなんですか、どれぐらい早いのかっていうのはまだ想像もできないんですけども。ただもうそれ勝ち上がってきてるってことですもんね。かつ妨害手段も比較的パーマネントによってますんで、場に出したら機能し続けるってことで、この走り合いの環境でどれぐらいのパフォーマンス出せるのかっていうところは注目していきたいと思いますが。もうバルダーズゲートの、まあね、逃走者ではまず一番乗りでこう活躍を見せてくれてますね。両方ともアンコモンと。アンコモンですね。で、まあ、そうこうしてうちに、本庄選手が、まあ、3回目のマリガン。2枚戻すってことですね。先ほどもでも1着で3回マリガンをした選手が勝利しましたし、厳しめのマリガンが求められてるってことですかね、やはりこの走り合いの卓では。もうリストがね、公開されてるということですから、なんとなくお互いのデッキリストを見て、こういう雰囲気かと。そうそうなっいってたくる意と味では本庄選手のデッキリスト見ても何するんだっていう感じになるんで、ね。そういう意味で結構有利が取れるかもしれないですね。リストを見ても強さがよくわからない。引き時期長周平コンボが搭載されてることだけはわかるみたいな。それ以外がどうなってんだと。なってんだと。トークンやプライチカウンターを載せる的なカードはね、たくさんありましたけども。そして4回目のマリガンですね。なるほど。3枚戻す。4枚スタートですか。マナさえあれば、グレンゾがガチャを引いて、アドバンテージ的には回収できるっていうことなんでしょうか。
グレンザン、マリガンやリドクイだからだ。じゃあこのグレンザン、グレンザン、マリガンすると何と思ったら、なるほどね。積み込める、確かに。なるほど。マリガンもデッキパーツの一つというかね。はあ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 。ガチャで引きたいカードをボトムに仕込めると。それは面白いですね。なるほど。じゃあとりあえずそのグレンゾまで行き着いてと。グレンゾを出せるマナさえあれば。はい、4回目。じゃあまさにグレンゾの挨拶と言わんばかりの、はい、今マリガン中ってことですね。ですね。3枚もガチャの当たりが確定、はい、確定ガチャになると。その7枚のうちに有効のやつがあればというところですかね。今まあ戻す、ボトムに戻すパーツを。で、キリスト、ハレルヤの公式ページの記事の方に、闘争写真決定戦の、まあ、ページがありますので、そこからね、見られますので、ぜひぜひチェックしてみてください。試合が始まりました。まあ、調整者決定戦の、これも最後の決勝とかですもんね。3試合目でございます。はい、3試合目。はい、みんな同じ、もう1ターン目から出てきました。いいスタートですね。はい。マナ加速でもありますし、アドバンテージももらえるかもしれない。うん、まあこれ、4人、3人いますから、はい、どこかしら必ず。私が空いてるだろうと。ダメクリーチャーを出す緑もね、この一択はコルボルドしかいませんから、はい、うん、コルボルドがマナクリーチャー採用してるかなぐらいで、まあ、大体殴れるでしょうと。キム・ナンド・クラムの高橋選手がなんか結構モリモリ動いてますね。1ターン目からマナフォース、はいはいはい、ティムナ闘争者1ターン目からプレイしていきます。いや、一番いい立ち上がりですね。2人ともロケットスタート出ましたが、うん、ありがとうございます。こちらトップ12のデッキリストです。ギャンブルからさあ、ライブラリーから好きなカード1枚サーチして、うん、ランダムディスカード1枚と。はい、ギャンブル解決待ち。ちょっと考えて通しましたね、うん、メンタルミスステップを持ってるかもしれないですね。なるほどなるほど、精神的つまずき。はい、このライブラリーから持ってくるカードなんでしょうか。何を持ってきたかはわからない状態ですね。そこからランダムに持ってきたやつを捨てられることもあるってことですもんね。はい、で1枚は決まった。ここからこの無作為が始まるわけですね、はい、1枚大体マナクリプとか、まあ、キーカードの後場の強化者を持ってくることが多いのかなと思いますが、何を持ってきたかわからないと。で、おさげも最後で割り振り決めて、はい、これペロ、何が落ちたか。これは永遠の商人ですね。これ持ってきてなさそうですかね。まあ、墓地からねカード1枚回収できる、まあ、クリーチャーカードですね。マクリプトをキャスト。さあ、どれを持ってきたか定かではありませんが、まあ、マルクの墓所。
闘争者においておなじみのカードです。注目のエイドリアン1ターン目ザ・フェッチから白黒の土地ですね。はい、まあ、こうなってくると一応ラガバンがもう殴れる場所がまあ矢田選手確定、今のところ確定決まったなと。ソルリング皆さん立ち上がりいいですね。いいですね、うん、温まってますね。マナファクトがあモノリス、おそかなモノリスをプレイする。もうマナはねもうどんどん伸ばしていこうと、うん、さらにモノリス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 でターン終了。やっぱみんな、なんかラガバンが寂しく見えてきてる、ね、そうです。だいぶ寂しく見えますけど、じゃあそうなったらもういっぱい置いてるやつ殴っとこうかとか。ただまあ色かぶってる赤いコルボルド投げとこかみたいな、ハトバめくれねえかなって言って、ここはティムティムのアンドクラム。なるほど、ペロ、はい、土地あわよくばティムナを除去したろうっていうことですかね。そしてグレンズを X1 の3-3状態でキャスト。はい。なるほど。まあ、次土地置いて殴って葬せたら2回ぐらい一応ガチャできるんですね。ガチャのお金を供給してくれるんですね、このお猿さんは。すごいですね。ガチャ代供給してくれるのか、うん、小遣いくれるってことですね。そうでしょティムナとクラム両投手者出してきました、はい、ティムナはまあ殴るとワンドローできる、はい、クラムは対戦相手が2つの絵の呪文となるとワンドローできると、両方ともドローできると、うん、しかも飛行速攻で殴れるっていう相性がすげえ。ですね、まあね、一応テキストは確認しておいて念のため確認しておきましょうと、うん、よ今なで死死切断で、なるほど、クラムの除去とマイナス5マイナス5さあファイル記者マナで、払いながらちょっと確かに2個唱えるとドローさせるってことで少し行動に制限をかけるクリーチャーでもありますので、はい、このクラムを対象ですね。もっと劇場の貢献、ああなるほど、かわしていく。こちら逃走者をプレイしているのはピッチコス、ね、スペルとして使います。はい、そしてドローが返ってくるといい効果ができました。あーなんといい、これ気持ちいい動きですね高橋選手。クリプトチェック3点食らいます。クラムを除去したかったってことはこのターンめっちゃ動きたかったっていう一生時にも見えるんで、ここは我慢するのか走っていくのか、矢田選手はどう動くんでしょうか。ここ3マナ、はい、ゴンバカンチですね。なるほど、ゴブリン探してくる、要するにハトバですね。要するにハトバを探してくる。はい、ドクロクだけ両面土地をタップインして終了と、次のターンから行くぞ行くぞと。今振りかぶりましたね矢田選手。いやそうですね、さあここからはい探してきましたよ。1,2,34,5,6 マナ出てるんですかね今。6マナでうち5マナかなのか、なんで1マナ浮き状態、はい、こちらアブデル・エイドリアンがついに場に出ますよ。場に出るだけではとりあえずあれですね、準備段階で1回墓地に落とす必要があるので、うん、追放すると、
場を離れるまでですね。場を離れるまでです。スタック除去されると、この場を離れるまでっていう、このイベント終わっちゃうんでトークンは出ません。なるほど。これ追放してるんですよね、モノリス2つを。2つが追放されたんで、11の兵士トークンが2体他に出ると。さあ、今回のバルダーズゲート、背景選択できる逃走者が早速出てきました。ティムナのライフはティムナがハンコンで2点ゲインするんで、行ってこいでトントンかなと思います。うんうん、で空いてるティムナを殴りました。ピロ大田原、大田原ですね。でホームストークンが出てきた。はい、小遣いをチャリンと1日宝1個1日宝1個と、まあ、ワンチャン相手のも取っちゃうという3マナ。アファイレクシアアルターかな。あ、いや、クギ台違うですね、これは。あ、アシュノットの、アシュノットのクギ台か。アシュノットの釘台、まあ、無色マナが、アシュノットってやってるか、うん、うん、アシュノットの釘台が出てきました。クリーチャーを生贄に捧げると無色にマナ出ると。ちょっとここね、サクリファイスシステムを構成していきそうですね。ガチャで出てきたクリーチャーがマナに変わっていきますか。はい、2マナで持ってきてサクルと2マナ、うん、はい怪しくなってきたぞ。ここで大量に入ってるあのトークンを出す系のカードが生きるんですね。ガチャでトークンを引き当てるとさらにマナが増えていくと。なるほどなるほど。もう出てくりゃもう、これはちょっと運が悪いと止まるから困るとですね。何連ガチャまでいけるのか、続け続けと。今は高橋選手のターンですかね、うん、ですね。多分殴る先だったりこの釘台が通ってこいつ危ねえぞ、はい、かといってコルボルドもハトバ持ってて危ねえぞと、どうやって対処すべきかを考えてるのかなと思います。7時からだとばかりに決勝というかね、神決定戦は一応18時からですかね、はい、はい、予定しております。今回はね、挑戦者決定戦 1,2,3 択をもうそれぞれお送りしているところです。で現在が、最終3択目の試合を行っております。はい、でクラムが殴りに本庄さんに殴りに行く。ティムナは矢田選手を、ここはブロックと、はい、でハンコン、ハンコンして、はい、で後に戦闘後ですね。いや、ちょっとこのターン、次に迎えるターンはいろいろ動きそうですよ。はい、しかも止める役の青は一人しかいないんで、うん、まあ、全員止めきるのは不可能と見られます。そうですよね。一人走ってうおーって頑張ったら他二人がもうスイスイいけちゃいますもんね。そうなんですよ、足を引っ張ったら横にいる人が。へー、ここでリムドゥールボルト唱えましたね。なるほど。逆にティムナクラムが走り出すっていう可能性もこのデッキ構成だとあり得ると思います。もう止めれねえか、はい、もうこっち走ったろかいと。と、はい、暗黒の儀式とかそういったね、使い捨てマナ加速とムカつきっていう構成になっていましたので、うんうん、先に走ったるは大いにあり得ると思います。さあ何を探してるんでしょうか。さあ5枚カードを見て、さあどん積んでいこうかなと、まあ、こういっ
った順番並び替えたりするものをまあ一点支払うとね、その都度繰り返せます。はい、今3回目。はい、探しに行く。もう矢田選手、鶴山選手、本庄選手の持ち力を今貯めてる、貯めてるどころか、もう走り大きく振りかぶってます、はい、もうクラウチングスタートの構えてる状態。あ、今皆さん両手三つ指ついて、はい、腰上げてダッシュする形みんなを取ってますね。今本庄選手にシャッフルをお願いしているということはもう決まったんでしょうかね。決まったということですかね。はい、詰め、はい、5枚は決まって、向きが逆になっちゃったんです。なるほど、はい、向きが逆になっちゃったやつを直して、はい、はい、改めてシャッフルし直して、わ、ここはもう先ほど言ったように、もうカウンター止めれないからもう我行くぜっていう高橋選手、そういうターンになるんでしょうか。いや、手札次第ですが、まあ、1人で3人止めるのはおおよそ不可能なので、そういった風に考えてもおかしくはないと思います、うん。これがあれですね、ティムナのドロースタックでプレイした、ね、なるほどなるほど。でティムナのドローを解決と、積んだカードを手に入れました。そしてライオンズアイダイヤモンド、はい、そしてもしやアンダーワールドブリーチですかね。これは死の国からの脱出を、また先ほどねゲーム1でも見たような、そこでコンボが決まるのかどうか。ブリーチコンボのパーツもおそらく入ってましたよね、と、うん、高橋選手動いていってますよ。はい、脱出は入ってます。はい、来ました、死の国からの脱出。さあ走り出した、君たち青ナイアロガイト、今墓地を見せてくれと。いや、力ね、本当みんなクラウチングスタートしていましたが、もう高橋選手がもう先にフライングで、フライングでやっちゃいました。このフライングは咎められません。咎れ、いつ行ってもいいですから。おお、これは本庄選手が一応ガチャで、グレンゾ、グレンゾのガチャで何かヘイトベア的な要素を引けるのか、はい、最初は積んでいたやつですか、ね、はい、で前やサクってレンガチャと、はい、これは確か、ああ、眼鏡を持ってる、帰ってくるやつ、2ガチャできると、はいはいはい、外れでした。で一応もう一回、もう一回できます。よいしょ、一応モナクリですね。一応もう一回、はい、はい、これティボルトの計略かな、あれ、いや、バラクートの、バラクートかとかですね、覚醒、じゃあこれでも特にやれることはなかった、なかったと、はい、決まるか、決まるのか。一応本庄選手多分何かしら対応策を探してきましたが、なかったということですもんね。あ、ブレインフリージもある。あらー、これは決まりいったな。大体決まったか。思考停止から。いた、はい、死の国からの脱出、思考停止。いやー、瞳のダイヤモンドっていう結構3枚コンボ。はい。はい。これにはもう、三者なすすべなしか、なしか。こっからは、特に、コールボルドの矢田選手も忍耐を採用してたりもしないので。はい。からは
さあ、ストームでバリ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 削れていきます、自身の。ライブラリーをね、ストームの数かける3。削っていき、まあ、LED、その、これをコストにして何回も LED 唱えて、はい。はい、ストーム貯めて、全員ライブラリー落として。そうですね、皆様、今、あと2時間半待機か、と。前回とはね、ちょっと打って変わってですね。前回は非常に長期戦に、ね、なって、ね。そうです、そうです、ね。長期戦になってて、はい。数時間にわたる戦いでしたが、今回は皆さん、位置について、用意ドンと、うん、はい。はい。先に走り出したやつが止められることなくという今回のゲーム3でしょうか。今回はもしかしてフォーマットが短距離走だったかもしれない、ね。かもしれない。さあ、ただもうまだちょっと手が止まっていますが、うん、さあペタル、はい、でこれが墓地に戻っていくわけですもんね。はい、フリーズ、またこれが脱出によってまた思考停止、はい、でバリ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 削れていくわけですね。一応何らかのケアをしてるんでしょうか。うん、ケアするとしたら、まあ一番は忍耐かな。忍耐、沈黙とかもあったりします。沈黙もあり得たりはしますが、そうですね、鶴山選手が突如沈黙を唱える、はい、ライブラリを全部落として、はい、突如沈黙を唱えるということもあり得るのかな。いや、ここは急ゲームを決めようという高橋選手、やはり相手の妨害、そんなことよりも自分が決めてまえと。そうさあ、こいつら受けきれんと。受けきれん。付き合ってられんと。付き合ってられん。もうわてが走る。今墓地の上に見えてるセビンの再利用か。はい、セビンの再利用ですね。はい、で一旦じゃあセビンの再利用でイオスのレインジャー長とかそういったのを出して、撤廃者とかレインジャー長を出して、もう妨害しないでくれと。ありますか、ありませんねと、持ち物検査してっていう感じで終わるのかな。今LED ライオンズアイダイヤモンド戦場に出して手札捨てて、まあ死の国の脱出があるから、お、ここに何かちょっとやり取りがありそう。何かが起きるのか。まあ墓地を確認してたんですかね。なるほど、本庄選手が。あ、もう自身を、あ、自分を探って、うん、自身を探って何かが起きる。今宝物が1個ありますもんね。そうですね、宝物と無色2個で3マナ、何かできるのか。あ、1回ガチャを引けるんですね、はい、なるほど、1回ガチャ引いて、はい、まあ、特になかったを起動してコストの支払いでグレンズを探るっていうふうにすれば、うんうん、一応自分のコストでガチャも引けると。がダメ、うん、もうやれることはやったがって感じになってるんでしょうか、はい、本庄選手は。でもまあ一応、いやでも何かあったらそのサクってる必要ないですもんね。そうですね、ってなるともう鶴山選手のあの手札に全てがかかっています。うーん、3枚ぐらいですか。2枚か3枚か、はい、はい、分かりませんが、
ジャストームが足りない状態でもマナーはたくさんあるとなるとどうですかね。結構沈黙があるとしても打ちどころがなかなか難しいですけど、ここで撤廃した持ち物検査来ましたよ。検査、はい、これが通ってしまうと通った、どうぞどうぞ。あとはもうタッサーズオラクルもあるんで思考停止して、はい、これでもうやっちゃいますが、ええかと、いいですかと。ここで見事高橋選手、はい、今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。